お疲れ様です。今日ですね、ガチ最強迫撃やっていきます。というわけでこっち迫撃がねめっちゃんこ強いです。はい、というのも一昨日ぐらいに生配信でこの伝説の道かな、無敗で展開いくおぜみたいな配信をしたんですよ。そうで、これ全試合やると多分95試合かな、全シーズンの恩恵みたいなのがあって、それを受けずにやると多分95試合だったと思います。はい、95で、だから95連勝できれば勝率 100% っていうのがね、まあ、出るんですけど、まあ惜しくもそれはまあできなかったんですけど、まあ概要欄残ってるんでね、概要欄、あの僕の履歴アーカイブ残ってるんでね、はい、ぜひ見てほしいんですけども、まあその時に 96% をね、叩き出しました。こちらのね、迫撃デッキやっていきます。マジで安定します。はい。まあ立ち回りも、めっちゃんこ丁寧に守ることもできるし、もういけ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 、攻めろで、無限に攻めることもできるんで、立ち回りも無限かつ、フェニックスがこれなくても、フェニックスの枠がゴブリンで、もうね、世界上位にいる方もいるんで、まあそこはね、ネーブルがねえよって方はフェニックスでやってほしいんだけど、まああったらもうフェニックス使ってください。めっちゃんこ強いです。はい。で、僕の場合は97戦からも言っちゃうんですけど、はい。結果的には97戦やって、95勝2敗なんで、確率で言うと、わかんねえ、計算できないんだけど、まあ、96% って出たんですね、最後に。はい。まあなので、96% で勝てるってやばいよね。まあやっぱ難易度もまああるとは思うんですけど、相手のね、トロタイの方とか、あると思うんですけど、まあ負けるのはマジで、おちんぱん。ガチで。おちんぱんマジできつい。で、こういうのも、迫撃で攻めるプランもあれば、一旦ね、ボーポイでマスクを守るプランもあったり、みたいな感じで、攻め方も無限ですね。今回の相手は、ボムバルト。珍しい。珍しいね。いやー、ボムは、すげえ嫌だな、なんか。無理やりにでも、動いてくるっすね。さあ、ボムバル、まあ、アーチャーフェニックス、アイスピで守りながら、かな、もう、ちまちま一旦削って、こう、拾います。ああ、そこはね、無理。キング起動してくんのかと思ったらね、全然、タルババ、転がしてた。さあ、ボムあるんで、ちょっとこういうね、ナイトとかいるとこで出すと、相手は嫌なのかなっていう。マスケは嫌です。これ打っちゃう。さあ、延命、一発届く。いや、これもう一発いってほしいな。いかねえか。欲張りか。ゴー行くな、ツボ。とりあえず、アチャーセッパー。なんか無限バルーンラッシュされると、ものすごい厳しい気がしてる。サイドはね、正直逆がいい。これ美味しいね。やばい、これフェニックスでルート強制した。うわっ、バカ野郎、ガチでバカ野郎。いや、マジでバカ野郎。フェニックス、あいつだったろ。いや、フェニックスルート強制なければ余裕で守れてましたね。学んだんでしっかり先に置いてね。フェニックスルート強制やばいっす。てかマスクやべえわ。生まれる。完封していく。相手が苦しくなってくよ。え？あ、スケも裂いてる。やっぱでかい。溺れろ。溺れろ。何残ってんだよ。一応ちょっとルート矯正自分でしちゃうんで。いやー、このリーガー強すぎる。これ受け少ないんで飛ばしたいっす。
あぶねえ。あぶねえ。これフェニックス5匹だったら絶対無理でしたね。フェニックスがね、マジで強いの。で、ナイターちゃんも強化されたじゃん。で、迫撃砲も加工されてんだけど、少し半年くらい前かな。だいぶ前に加工されたけど、知らない。誰もそんなこと覚えてない。マジで強いかんな。本当に一番相性悪くても、なんかミラー対決で相手が文句とか、ナイトの服が文句で、ちょっとこう文句のダメージ差でね、負けるみたいな、本当相性悪くて、まあ4対6とか 4.5 対 5.5 みたいな感じなんですよね。マジだもんね、本当に清めた人たちはね、全てに勝てるんだなっていうのがこのデッキなんで、使った方がいい。さ、ホグファルチェだ。ホグファルチェ、結構嫌な、外れな方のマッチングなんですよね。負けたことはないけど、なんかファルチェがね、めんどくさいっすよね。いや、もうそう、これ、ズリアンっていう。あ、マジでうざい。ファルチェマジでうざい。強すぎて。まあまあまあ、あとロケ削りっすね。正直全然そんなコストがないわけじゃないんだけど、耐える。あー、美味しいっすねこれ。サード回収。わー、グッドゲーム。最近なんかグッドゲーム開幕1分とかで言ってくれるやつ多いな。まだ試合始まったバーやで。ふふ、マジ逆に逃げちゃう。いやー、このフェニックスうざいぞー、うざいぞー。グッドゲームとか言ってるから。さあ、マジでむちゃくちゃやん。むちゃくちゃすぎるやん。何それ通るの。やばすぎる、あれあれマジでトルネマジアちゃんを超えてる。意味わかんねえもん。好きやな。ちょっとうまいやん、ファルチ。ファルチうまいな。まあでもロケ削りの方が一番危ないんで。取り、もうちょっと頑張れよ。なんだこのトルデハルチェ、死体族。もう嫌だな。でもやばっ。あら、めっちゃほぐ。俺はもうダメージ追いついた。いや、ロケじゃねえのかこれ。いや、ロケじゃねえなんてことねえよな。お、一発ねじ込めよ。
やべえ、変な音した。いやー勝てそうだな。ロケ削り全然してこなかったから絶対あれトルデバルチェ毎回やってたの。キャッチャーロケ打っとけばね、負けてた気がするんですけど、どうなんだろう、わかんない。いやでもこれはよく耐えれましたね。いやでも本当に防衛力はねガチで高いんですよね。まあ、なんでポイズンで、まあ、やれない、ポイウッドでやれないライドラとかね、ファルチェとかこういうなんか硬い系のユニットはねすごい厄介になってきますね。そう、まあでも落ち着いてね、クメアーチャー、あとアイスピで固まらせてみたいな。そう、お、ゲンアスランやん、これめっちゃ強い、これとか言って世界大会かな、あれ世界大会出てたっすよ、昨年の一番直近の。メガラムが上手くて、あとは知らんけど、メガラムの人っすね。フェニー、アイスピがマジで重要なのに。よいしょ。さあロイジャー E、まあゴブリンとかもいるんだけどね、やっぱり今ねやりすぎかな。いやー文句ー来たー。これがねちょっとどころじゃなくだいぶ嫌なんですよね。うーん、でも鳥が強い、でも鳥が強い。まあアーチャーはねちょっと行かれちゃうんで、逆まあ、無理せず行きますか。でアーチャーこれがねマジ強い、悪意どっちか行きます。ファイボでもライトでも、あでもうまい、それはライト、もったいないフェニックスです。攻めディガーからのアイスピーぐらいが多分ちょうどよかった。殴れ。さあまあアーチャー最強なのが分かったっすね。あでも最強じゃねえわ全然もっと最強いたわ。さあライトでフェニック、いやこれ呪文削りガチでやばい、後ろに下げたいな。文句が、文句やべえ、文句とライト削りが安っすね。声でも削ってく、いやもう耐えてる文句がね嫌なんですよ。一生フェニックス飛ばしときたいですね。
いや、めっちゃいい。さあ、もうこんな感じでアーチャーは文句いないときに出して、フェニックス出して、攻めウッドでゴブリン剥がしたい。やべ、いやー、迫撃も帰ってる。オッケーオッケーオッケー。いや、これ勝てたな。だいぶでかいっすけどね。やっぱアーチャー文句で跳ね返っちゃうんでね。ちょっと怪しい、怖え。正直負けるんじゃねえと思ってたんですけども。防衛がやっぱまあ強いっすね。まあ、回転がやっぱ早いんで、困ったらポエで守る。2周目フェニー。2周目アイスピュット。これ2周目がやっぱ強いね。ディガーでチクチクだと削れるんでね。最後の最後の多分呪文削り対決っていうのは、まあ、ロケか、まあ、同系統のディガポイとかにしか負けないと思うので、基本ダメージイーブンで2倍タイム3倍タイムいくのは悪くないですね。さあ、チャフェニー、あー、同じか、親父か、エレジー出てくんじゃないの。あー、エレジャーいいっすね。いつまでいいんだ、本気で。早く召されてくんねえか。え待ってくれ。いやー、その角度いけるんかい。まさかのスーパーちゃんでしたね。スパイオンフェニックスです。いや、フェニックスかじりついとるやん。さあ、いや、でもゴブジャイの背中が結構強くて痛い痛い。ゴルナインのやばいな。なんでゴルナインだって。ミニペイなんで、まあ、スパーキーゴルナイね。まあ、誰がどう考えても強いよな。まあまあまあ、もうフェニックスですね、本当に。こいつをどんだけ何匹飛ばせられるかの戦い。さあ、まあ防白とあとは防ポイまで貼ってもいいですね。ちょっと怖かったら僕すぐ貼りますけど。ああ、逆くんのうまいやん。攻め白生きてんだけどな。あ、お、鳥、お前、お前何やってん。鳥やなめだったな。あ、ゴールないか。俺の負け筋というか負けポイントは。削ってく。体力使うよな。この歩かせてるアイスピが強え。歩いてるだけなんだ。
ここに来て攻め吐く。やべ、いやーマジフェニックス最強フェニックス最強すぎてやばい、やばい、カオされたよしかも回転も早いかんな、はい、絶対突破されません。お前ゴルナイだけっすかね。あ、ミニベも危ねえんだ、ほんとに。あいつは気をつけた方がいいですね、さ。ここ最近ちょっとミニペに痛い思いしてるんで。ミニペ気づいたらターンをぶん殴ってんだ、あいつ。あいつはちょっと要注意人物としてない。気をつけていけば、守れますよと。ガチで強いな。そんなくさん。アフロウサギだな。とりあえず考えなくていい、アチャセパ。これマジ強いかんな。おー、これね、先置き逮捕してくるデッキって結構エレーシャー多いんですよ。マジでその手札的に暇になって、あ、じゃあ先置き逮捕しとくかっつってエレーシャーが多いんで、エレーシャーです、あなたは。いや、アチャセパ強っ。これ一発受けるんだよな。やだ、右と見せかけて左フェイクかましてくなんだろうな、優秀か。やべ、俺の若さじゃ間に合わんかった。いやもうエレジャイっすね、本当に。結局そういうことなんですよ。フェニックスがいる限り、ゴルナイがいる限り、これはなんかコスト使ってくれたんで、あーん、これやべ。まあでもエレジャー来てもアイスピが強いんで、ナイトフェニアイスピで耐えたい。いや回ったわ、迫撃普通に。え、今明らかに卵をガン無視したぞ、あいつ優秀だな。さあエレジャイゴルナイですね。まあ負け筋もほんとゴルナイしかないっすね。まあそのゴルナイが強いんだよな。マジあっちゃがったっすね。最近なんかマジアーチャー入れとけいいやろ。ナイフはちょっとやだ。いやアーチャーがさマジ強い。これ今までボンバーとかだとディガーまでは拾えなかったじゃないですか。来んな金髪。あーでかい。
タイブレイク。うわー、いい。いやー、まあ、迫撃も強すぎ。さあ、ポイズンで削って。マジ、ゴルナイのダッシュです。負けずし。ゴルナイさえ、警戒すれば、逃げ切れます。はい。で、まあ、防波置いて、こそこそリガーで削ってください。というわけで、こちらの迫撃なんですけど、めっちゃ強いです。はい。本当おすすめなんで、皆さんもぜひやってみてください。最後のチャンネル登録をしますと、お疲れ様でした。また。